蘭ンコ市長会の館は、北海道磯谷郡蘭ンコ市長港町1401番地に、ある海類専門博物館である。1991年7月29日に、蘭ンコ市長港町に第1回の館が設置され、1994年10月29日には、第2回の館が増築された。2011年には、開館20周年を記念して、 ランコ市町会の館20年の歩みが発行されている。平成29年度から海洋温暖化、海洋酸性化など海洋問題についてクリオネを入り口としたサイエンスサービスを行っている。第一回の館の外観は2枚貝をイメージした建物で、その中央には今から約5億年前のオルドビスキに繁栄し、海類の祖先として考えられている直角貝の 等身大模型が置かれている。また、100インチのスクリーンによる 3D シアターで会について紹介した映像を見ることができる。常設展示では、約1500種、約5000点の原生種、全滅種の化石標本を展示している。また、当館の学芸員が新種発表した2枚以外の牛を尺死貝や和名を与えた巻貝のシェプカエゾバイなどが展示されている。 第2回の館は海底をイメージした建物で海底を再現したジオラマや海中の生物の映像を万華鏡で見られる。さらに、当館から2017年に新種のクリオネとして発表されたダルマハダカカメガイの生態が展示されている。ありがとうございます。